私と娘は ASD コミュニケーションに課題があり苦労しています。私は人一倍努力をして休みの日を勉強し続けて世の中に認めてもらうことができました。娘に同じような苦労させたくなく、娘も努力するところを苦しいと言っています。努力にとらわれず楽しく生きていくことで進めてますが、努力を怠ることによって普通に生きていけないのではないかと心配しています。よろしくお願いします。ちょっといろいろ考え方というのがあって、でも僕は努力ってほぼしないで楽しく暮らしているタイプで、嫌な心から逃げ続けて、今楽しく幸せに暮らしているので、努力からはずっと逃げ続けてはいるのですよ。ただ、小中学生ぐらいまでは努力をする癖はつけた方がいいと思うんですよね。結局、何か自分がやりたいことがあった時に、ある程度努力的なことが必要だったりするんですよ。例えば、じゃあ、ポケモン強くなりてえと思ったら、ポケモンのキャラ全部覚えなきゃいけないし、で、じゃあそもそもどんな技があるのっていうので、このポケモンはこの技を持ってるよねとか、じゃあ水ポケモンにはこういう虫ポケモンがとか、いろんなポケモンの種類覚えたりとか、そういうある種の努力は必要なんですよ。なので、そこの努力というのをする癖をつける、自分が必要だと思った時に。ただ、自分が必要だと思わないものに努力をするっていうのができるかできないかっていうのが多分性格によるんですよね。東大に入ってる人ってほとんど興味のないことでも努力ができる人なんですよ。要は日本史とかって覚える必要ないし、これもう絶対使わねえよなみたいな、どうでもいいことでも覚えなさいって言われたりとか、あ、これ覚えたら東京大学に行けるんだって思えると、ちゃんと勉強して覚えることができるっていう、そういう能力を持ってる人たちなんですよね。なので、努力が可能な才能を持ってるっていう人が割と高学歴の人に言いがちなんですけど、ただ能力値は高いんだけど、自分の好きなことしかできませんっていう人もいるんですよね。昨日、来たって話をした DJ 社長さんとかも、いろんなことをやってて、で、今でも YouTube 登録者数が240万人とか言ってると思うんですけど、で、あの人が勉強しろって言われたら多分しないと思うんですよ。でもあの人、タイ語とインドネシア語と英語とで外国語をある程度喋れるんですよね。なので必要だと思ったから多分覚えちゃったんだと思うんですけど、っていうのって、その努力というのはやらないんだけど、でも必要だと思ったら、これやりたいからやるわみたいなので、なんかタイ語読めるらしいんですよね。意味わかんないけど読めるみたいな。まあ、僕もロシア語、読めはできるんですよ。意味わかんないんですけど。まあ、なんかそういう感じのがあったりするので、なので、必要だと思った時に努力ができるような状況っていうのの、その訓練、鍛錬は必要だと思うんですけど、ただ一生努力をしないといけないのかっていうとそうでもなくて、努力から逃げ続けても全然幸せには暮らせるとは思います。夜4時ぐらいにレペゼン地球のDJ 社長がパリに来るみたいな話になって、で、もともとベルギーのトゥモローランドっていうところに行くって言ってて、ああ、そうなんすかって言ってて、で、パリ寄るかもしれないっすみたいなこと言われてて、ベルギーとパリって別の国だよなと思ったんだけど、まあ、多分そんなに気にしてない人なのかなと思って、で、着きました、ベルギーみたいなこと言われて、ベルギーのブリュッセルとパリって500キロぐらいあるんですよ、距離差が。で、車で行くと4、5時間かかるんですけど、で、あ、これは多分もう勘違いしてるな、来ないなと思って、ああ、着いたんすか。で、その電車とかも多分取れないだろうなと思ったら、適当にその電車を探したらしくて、7時ぐらいに行きますみたいな感じで来て、で、パリに来てもらって、で、怒ってもらって、で、まあ、ついでにちょっと時間したので、うちの部屋寄っていただいて、で、ここで動画を撮影するみたいなことをしたんですけど、で、それが終わって10分ぐらいで深夜バスに乗ってベルギー行くわって言って帰って行ってしまいました。はい、相変わらず忙しそうな人だなと思いましたけども、はい、フランスのパリに来て寄ったところが、そのレストランと僕の家だけっていう、あとは深夜バスと電車乗っただけっていう、謎な感じの人でしたね。荷物もパソコンとパスポート入ってる、ナップザック1個でこれしか荷物ないっすみたいな。ああ、この行動力のある人ってやっぱ頭おかしいなと思いました。はい。DJ 社長がブレイキングダウンで勝ってました。かなり笑える試合だったんですが、DJ 社長ってすごいですね。DJ 社長、ひろゆきさんどう思いますか？まあ、僕もブレイキングダウン見たんですけど、あの人、やっぱ頭いいんですよね。まあ、多分十人に気っていう、一応喧嘩自慢、自称喧嘩自慢の人とけん、あの、まあ、喧嘩的な試合をしたんですけど、最初の30秒、頭ガードしてずっと相手を押すっていうのをやってたんですよ。で、素人って、なんだかんだ言って、1分以上ちゃんと動ける素人ってあんまりいないんですよ。で、ずっとガードされてる間にずっとその10人に気の方は割とパンチをしたりしてたんですけど、結果として30秒ぐらいで体力尽きちゃったんだと思うんですよね。で、体力尽きた状態から DJ 社長が割と殴り始めるっていうのがあって、で、3ラウンドぐらいまでやったのかな？まあ、結果としてその10人に気がスタミナなくなっちゃったんで、もう動けなくなっちゃったんですよね。で、まあ、スタンディングダウン取られて終わりみたいな感じになったので、なので、素人の場合って、ちゃんと訓練した場合って、まあ、よほどの運の悪い当たり方をしない限りは、世の中、やっぱあんまり KO になるほどのパンチだったりキックを食らうことはないんですよ。で、そうすると、1分1ラウンドなので、あとはひたすら体力を維持した方が最終的に勝てるんですよね。要はその格闘技能力が強いかどうかじゃなくて、体が動かなくなったらもう負けるしかないので、なので、体力温存作戦で時間で勝つっていう。で、ブレイキングダウンのルールが1分で勝負を決めるっていうルールだったんですけど、その DJ 社長のところだけ、DJ 社長がめちゃめちゃ煽って、1分やったらインターバル、1分やったらインターバルで、どっちかが倒れるまで続けようぜっていう煽りをしたんですよ。
で、その煽りを聞いたルールを作る側の朝倉未来さんが、それ面白そうじゃんって言ってルールを変えたんですよ。なので本来のブレイキングダウンだったら、あのやり方は1試合で終わっちゃうから、60秒間の試合でいくと30秒間ずっと頭抱えただけだから、まあ、攻撃する意思がないというので判定になったら負けてたかもしれないですけど、その10人に行きに負けたら10人に行きに負けましたっていうリズム俺入れますとかっていう煽りをして、でそのまあ、最後のマッチなので多くの人が見て40万人見てたのかなっていう状態なので、これは試合続けた方がいいよねっていうのを運営側が思うっていう形に思ってって、で倒れるまでやろうぜっていう提案をするっていう状態で、それに乗るしかないよねっていうので運営側がルール変更に乗っかっちゃったんですよ。なのであれはその格闘技の試合がどうこうじゃなくて、 DJ 社長の自分が勝つための最善の行動をするために、こいつら運営をこう動かしたらルール変えるよなっていうところまで見てやってるんで、本当に DJ 社長って優秀な時は本当に優秀だなと思いました。はい。